1973年パリ航空省ツマイナス144墜落事故は、1973年6月3日、フランスで行われていたパリ航空ショーで、アエロフロートの超音速旅客機ツーポレフツマイナス 144S が、デモンストレーション飛行中に墜落した事故。パリ航空ショーで展示中の時刻期1960年代後半、超音速旅客機の開発は、東西冷戦の中、 西側の人営のコンコルド機を追いかけるように、ソビエト連邦でも急ピッチで進められていた。こうした経緯で完成した超音速旅客機の機体が、ツポレフツ -144S であり、コンコルドの機体に似たため、コンコルドスキーと呼ばれる形状となっていた。ツポレフツ -144S は、1973年に行われた第30回パリ航空ショーは参加。 西側にソビエト連邦の技術と威信を示すお披露目の場となったが、航空省にはライバルのコンコルドも参加してきた。1973年6月3日、コンコルドが無難にデモンストレーション飛行を行った後、ツポレフツマイナス 144S もデモンストレーション飛行を行った。ツマイナス144は、旋回を交えてはるかに大胆な飛行を披露したが、 フライト中に失速、胴体の2カ所が破壊され、パリ郊外、ルブルジェ空港北側の損落に墜落。乗員6人全員と地上の8人が死亡した。墜落事故の原因については、ソビエト連邦側が詳細な情報を開示していないが、いつかの説が提起されてきた。なお、事故当時の報道では、次のような説が提起されていた。ポレフツ s は、 その後も1978年ツポレフツ -144 士木事故を起こし運行が停止された。運行コストが非常に高いことから大規模な改造計画に投資が行われることなく、そのまま引退となった。ありがとうございます。